川の中に石がある。拾いに行こう。あ、この川深いから割っちゃえばいいんじゃないかな。これで石拾い放題だ。助けて、しんちゃん。かざむ。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。今回もね、元紹介やっていこうかなと思います。よかったら、ご用意してってね、ってことで、今回紹介する元はですね、モーゼスモッドっていう元なんですけども、こちらの元を導入するとですね、アイテムが2つ追加されます。ということで、アイテムの作り方なんですけども、まずはですね、これ葉っぱブロックがあると思うんですけど、葉っぱブロックの上でこう、火をね、つけます。で、その中に、こう、棒を投げるとですね、スタッフオブモーゼスというね、杖がね、手に入ります。で、これの効果はですね、海を割ることができます。例えば、こう、海に向かって右クリックすると、まあ、こんな感じでね、謎の効果音とともに海をね、割ることができます。これすごいよね、これ。これなかなかすごい。どこまで行くんだろう。結構広がってると思うんですけど、あ、こんな感じで、まあ大体、まあ無限ってわけじゃないんですけども、結構奥まで広げることができます。これあれかな？ここでやったら続きから割れるのかな？はい。あ、できた、できた。オッケー、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 オッケー。まあ、こんな感じでね、うまいことやっていくと割れるんですけども、この水をね、戻したい場合は、まあ、何もないところで右クリックをすると、まあ、こんな感じでね、戻すことができます。ということで、ネザーにやってきたんですけども、続いてのアイテムはですね、このね、スタッフオブモーゼスってやつを、こう、溶岩の中にこう投げるとですね、まあ、アイテムがね、バーントスタッフオブモーゼスっていうアイテムに変わります。はい。こちらになるとですね、こちらはね、海とマグマ、どっちもね、割ることができます。スタッフオブモーゼスの方は、マグマちょっと割ることができないんですけど、まあ、バーンとスタッフオブモーゼスになると、マグマをね、割ることができます。こっちは多分、できないね。できないから、こっちでやると、まあ、こんな感じでね、まあ、たとえマグマがあろうとも、まあ、こんな感じでね、割ることができるんですよ。いや、これはね、なかなかすごい。で、まあ、多分続きで割りたいときは、この辺から多分クリックすればいけるはず。ちょ、待って、死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ。サバイバルモードだったら確実に死んでた。あ、すげえ。え、すごいな。これマグマだったら関係なく、なんか割れるっぽいね。なんか今流れてるマグマに向かって右クリックしてみたんですけど、まあ、こんな感じで消せるみたいですね。で、元に戻すことも一応できるみたいです。あ、すごいね、これ。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもよかったらこのモッド入れて遊んでみてください。ってことで、この動画楽しんでくれた人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねっぽい。川の中に、石がある、拾いに行く。あ、この川深いから割っちゃえばいいんじゃないか。しんちゃん、しんちゃん、ねねちゃん、かざまくん、みさえ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。